こんにちは、和泉 TV311 です。今日は、暮らしのシェアということで、小さな町の小野さんとお送りしてきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も仙台コミュニティカフェ準備室の方も来ていらっしゃってます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日のゲストは、佐藤博子さんで、有限会社佐藤商店と、あと支援の団体の豆豆手仕事プロジェクトをされています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、佐藤商店さんはですね、僕も、大学1年生の頃にすぐ近くに住んでたんですが、仙台市の八幡神社の裏側の、住宅地にある商店、八百屋兼、酒屋さんで、創業僕も初めて知ったんですけど、70周年っていうことで3代目にあたるんですよね。 はい、でそこで震災直後から、すぐにご近所の方々に乾電池とかろうそく商品などを販売されて、そういうこともすぐやられたのと、あと震災後に6月ぐらいですかね、お店や、沿岸の仮設住宅で、手芸のワークショップも行ったり、支援活動もされています。で、そのお店にですね、ご主人と一緒にフェアトレード商品や自然派ワインなども、取り扱ったり、新しい店作りを、その八幡の住宅地の中で、されています。はい、そんな佐藤さんを今回お呼びしました。はい、はい、小野さんいかがですか。小さな町的には、すごい八百屋さんとか出ましたよ。これが無茶ぶりですよ。北野さんの八百屋さん、酒屋さん、はい、小野さんも行かれたことはあるんですか。行きました。行きましたね。あれはでもお子さん生まれてもうある、うん、そうですかね。おいくつでしたっけ。今3歳半なので、うん、はい、歩かなかった時ぐらいですよね。うん、そうかも。結構そう抱えてらっしゃる、ね、そんな早い段階でもう、はい、そうです。8万人ちょっと目を、お店に遊びに、はい、行ったんですか。そうなんです、行きましたね。そうそう、その時もまあ、簡単にですけどお話はさせてもらいまして、すごく、いわゆる町ピクニック、うん、町ピクです何の話ですか。町ピクニックを八幡にしに行ったら佐藤商店さんに行かれたんですか。町ピクニックね、はい、そうですね、そんな感じです北野さんやりますね今日。はい、はい、まあじゃあ改めて、はい、あ、仙台コミュニティカフェの一つ、はい、説明ちょっとまたお願いして。コミュニティカフェの説明、はい、今最近はどうですか。ちょっと一回説明、はい、そうですね、あ、車座トークが1回目が先日終わりまして、はい、今週の土曜日、まあ、今日の午後も番外編としてあるんですけども、ね、コミュニティカフェ準備室としてはそれが最近の情報です。車座トークという、ゲストを呼んでの、まあ、郵送 しないものを火星の庭さんとかユンタさんとか、そうですね、仙台各所でやられてて、うん、先日行ったのは佐藤さんもいらっしゃって、はい、ゲストにお呼びして、で、まあ、ゲストの方も お客さんもその一つのテーブルを囲んで肩を並べて、はい、その気軽にお話をしようっていうような形でやりました。それがいわゆる車座ってやつですか。そうですね、とても楽しかったですよね、うん、はい、うん、参加者にも好評で、うん、ええ、その時にあれですよね、先日佐藤さん出られたやつは手仕事系の支援活動をされてる、うん、そうですね、佐藤さんと、あと石巻の桃さん、喫茶店の桃さんと、はい、あと教会系のルーテル系の仕事で、うん、はい、そうですね、支援をされてる方にお話を聞いて、まあ、その、仕事を創出するっていうような観点で、はい、まあ、そのゲストの方々をお呼びしたんですけども、その方々にお話を聞いたというような感じです。ブログに報告もアップしてます。仙台コミュカフェブログスポット .com に載ってるので、ぜひ皆さん今後の車座トークも見てください、はい、そうですね、はい、ぜひお時間のある方はチェックしてみてください、はい、ではじゃあ佐藤さんの仕事を通して震災後のお店と生活について、はい、小野さんよろしくお願いします、はい、じゃあまず改めて暮らしのシェア、は
についてちょっとまたお話しさせていただきたいと思います。まあ、震災後そのライフラインの停止や商品流通の停止によって利便性の高いコンビニとか大型チェーン店、まあ、ほとんどが通常営業ができずに、まあ、そこを暮らしの中心としているこう僕も含めた多くの人々がまあ普段の暮らしをすることができなくなってとても困りました、まあ、そこでまあ県内の生産者やお店の方をお呼びして震災をどのように体験されたか、まあ、あとは普段のお仕事の話などを伺うことで市内に住む僕らのこれからの暮らし方これをまあ改めて考えよう、まあ、考えるヒントにしようそういった内容になります。本丸じゃないですか今日そういうことで言うとお店の関係を考えるっていうのはそうです。ある意味そうある意味、はい、個人商店さんそうですね、はい、代表です、はいはいうん、地域に根ざした商店ということでお話聞くのをすごく楽しみにしていました、はい、まあそういうことでまずまあ早速お話伺っていきたいのですがまずは佐藤商店さんについてちょっと伺いたかったんですけども、はいはいまあ、あの通常のお話お店のお話なんですがその最初の説明にも書いてありましたけども、ご主人と一緒にフェアトレード商品や自然派ワインを取り扱うといった新しい店作りを試みていますというふうにありますが、はい、その以前のお店からはだいぶ変化というのはあったんでしょうか。そうですね私嫁いで7年になるんですけども、はいそれまでっていうかまあ嫁いでからしばらくまでは、うんまあ、本当に住宅地の中の食料品と酒とタバコと本当にどこにでも、まあ、今ちょっと少なくなったのかもしれませんが、うんうんまあ、どこにでもあったような個人、うん、家族でやってるお店でして、うんはいまあ、だんだんお客さんたちも高齢になってきて、うんうんうん、そんな状況の中で、うんでだんだんお客さんも減ってきつつあり、うんうん、そこで、まあ、ずっ と,、うんとまあ、大きなきっかけとしては、うん、子供出産したの気になんですけども、はいはいはい、そこをきっかけにちょっと品揃えを変え、うんまあ、少しずつなんですが変えていってみようかということで、うんうんはい、変えてきました。そうなんですね、はいまあ、そういう時代の流れだったりそうですね、まあ、そのお子さんが生まれて、うんうん、その生活の変化、意識が変わったりとかしたことも大きかったですけどもそうなんですね、はい、そのいわゆるフェアトレード商品それは以前からご存知だったんですね。そうですね一応学生私の学生時代の時に初めてその言葉を知って、うんはい、でそう知った時からやっぱり意識して買い物なんかをするようにはなっていて、うんうん、ただやっぱりその自分がそういう店に嫁いでそういうものを扱うっていうことまでは全く想像してなかったですけども、うんうんはいうん、やっぱり常に日常の中には、うんうん、ありました、うんうんはい、そうなんですねその、まあ、取り扱う商品とか取り扱おうと思った商品、まあ、そういうところでこう気をつけていることとかこだわりみたいなのってのはそうですねやっぱり一番大きいのは顔が見える商品っていうのが大きいテーマで、うんうん、顔が見える商品、はい、国、まあまあ、フェアトレードって、うん、すぐ思い浮かぶの大なんていうんですか発展途上国の方が作ってっていうのが思い浮かぶと思うんですけど、うんうんまあ、それに私としてはとらわれず国内であったり、うんうん、国産であったりしても、うん、そういう顔が見えるっていうのを一番大事にはしていて、うんはい、でなおかつやっぱりそのお客様に喜んでいただけるものっていうのも一応テーマにして、うんはい、品揃えをするようにしています、はいはい、ヘアトレードってよく聞くし、うん、なんとなく分かってるつもりなんですけどそうですねなんとなく佐藤さんから教えていただいていいですか。なんとなくでいいなんか今いろいろ
まとまっている文章はあるかと思うんですけど、はい、私なりとしては買い物のこと、買い物ですよね。そのどこに自分が働いて、うん、手元にあるお金をどこに使うかっていうのを一番やっぱり、どこに流れていくのかっていうことかな、うんうん、を一番気にしたいなと思っていて、うんうんうん、でそのものを、うん、がどういうもので、うん、どういう思いで作られてて、はい、それに見合った値段がついていて、はい、でそこにだったらこの金額払えるかなっていう、うんうん、そういう意味でのフェアトレードが大きいですかね、うんうん、あとはやっぱりそれだけ顔が見えるっていうだけあって、うん、なんだろうな、その商品に対する責任というかそういうのもすごく見えるので、うんうん、そこがやっぱり安心感が、うんうん、あるかなと思います、うん、安心感を、はい、買うような、まあ、そういったところもあるのかなと、うんうん、お金の使い方を考えるっていう意味で、うんうん、そのフェアトレード、そうです、ね、これかなり暮らしの視野にもつながるんじゃないですか。生産者の顔が見えて、そうですね、売る人も見えてて、うん、そうですね、本当に今はその顔が見えない商品っていうかその流通速度が とにかく速いっていう印象がありますから、うんうん、まあ、それがまあ震災の時にはうまく機能しなかったっていうところを踏まえると、うんうん、まあ、その顔が見える、相手が見える商品っていうのはとてもやっぱりこう買っててこうお金を使うことにもこう気持ちよさだったり、うんうん、まあ、さっきもおっしゃりましたけどもその安心につながるんでしょうね、うんうんうん、まあ、そういったものを取り扱う佐藤商店さん、最初からそのまあ、どんどん時代によって変化していったという話ありましたけども、急にそのお店のスペースをこうボンと分けてもらえるとか、なんかそういった感じではなかったんですね。ではなくて、そうですね、うん、やっぱり嫁なので あまりそんなに思いは、うん、まあ、少しはあっても、はい、具体的に形にするのにはすごくやっぱ時間がかかって、うんうん、でさっきも言いましたけども結婚4年目に出産して、はい、うん、それを機に何か私の中でこうもういいやって、その気にし周りを気にするのをもうやめようっていう、なんかもう子供のためなら、うんうん、こういうの食べさせたいし、うん、こういうの置きたいっていう思いがやっぱり大きくなって、うんうん、でその時にある今思えば事後報告だったような気もするんですけど、今日いらしてる、うん、パレスチナオリーブの皆川さんのところ の、はい、パレスチナオリーブさんのオリーブオイルから、うん、仕入れさせてもらって、うん、でそこをそれ店に棚一つ開けてもらって、うん、置いたのが最初 で、 そうなんですね、本当にまあ、家族はうちは家族は、主人と、うん、主人の父と母と、うん、主人の祖母と、うん、で今は子供一人、男の子一人で、うん、6人家族なんですが、まあ、家族その父と母にはこんな高いの、まあ、普通市販の、ね、うんうん、オリーブオイルだったら、うん、半額以下ですかね、うん、半額ぐらいで買えるものを、うん、やっぱりある程度の値段するわけですよね、うん、こんなの売れない、うん、売れっかやって、うん、言われたんですけど、うんうん、でもやっぱり美味しいし、うんうん、なんとなく、まあ、売れるか売れないか分かんないけど、うん、とりあえず置いてみたいと思って置いてみたのがきっかけで、うんうんうん、そしたらでもやっぱり地域の本当に近所の、うん、年配のおばあちゃんとかが買ってってくれて、うん、あ美味しいねってやっぱりリピートして買ってくれる、そうですね、うん、であとはそれが置いてあるからって遠くから車で来てくれる方も少しずつ増えてきて、うん、でどんどんあとはフェアトレード商品というか、うんうん、あとは
地のなんていうんですかね、スローフード的な地のものとか、はい、うん、県内産とか、まあ、うん、山形とか、うんうん、その東北のものを中心に置いていくようになりましたと、うん、そのそう、あ、そうですね、日用品もそうですね、日用品も増えてきた、うんうんうん、まあその少しずつ理解も深まっていったっていうような感じで、うん、そうですね、商品がやっぱり、うん、割と言葉知ってる方もいらっしゃいますし、そのものをもともと好きだった方とかも来てくださいますし、うんそう、うん、どいやでもどちらかというとうちの店で初めて知るっていうよりは、うん、どこかで知ってて、うん、もともと興味があって、うんうん、あってっていう方が多いかもしれないですね。そうなんですね、うん、そうですね、やっぱ同じような子育て世代のお母さんとか、うん、同じような興味持ってらっしゃる方も、うんうん、増えました。増えてきた、まあ、そういう方全くと言っていいほどうちの店には、うん、本当に隣近所でない限り、うんうん、お客様としてはすごく少なかったその年代っていうか、ほほほほ、うん、の人は増えたのは確かですね。うん、うん、そうなんですね、うん、まあ、そういったものを取り扱って日々そういう商売をされているっていうところで、3月11日に地震が起きました。で、まあ、震災時っていうのはどこで何をされてましたか。幸いなことに家族全員店にいまして、ほうほう、うん、そこで家族みんなで、ぐらぐらと、はい、揺れを体験しました。うん、でも主人は配達で外にで回ってることが多いので、うん、はい、本当に良かったなと思って家にいて、外に出ていない時だったんですね。普通、うん、あの時間帯いつもはいないことが多い、うん、多かったので、うんうん、まあ、出かける直前ではあったのかな。あ、うん、なので本当に主人いて良かったとは思いました。そうなんですね、うん、結構その幽霊が始まってから収まるまで時間が長かったと思うんですけども、うんうん、その時もずっとこう、まあ、家族の方、うん、皆さんと、まあ、固まってというか、うんうん、店の入り口にもう本当に揺れ長かったですよね。長かったですね。子供抱っこして、うん、じいちゃん、じいちゃんとっていうか、うんうん、主人の父と、はい、子供を挟むような形 で揺れ収まるのを待って、でその間に、うん、お酒が、はいはい、陳列してるお酒がポンポン、ね、飛ぶんですね。飛ぶ。でそれを主人が一緒に抑えるんですけど、全然抑えるあれではなく、うん、はもう、もうなすすべないような感じだったんですね。まさに、うん、そうなんですね。なんかその画像も今回用意していただいているという、はい、直後ぐらいですかね。本当直後ですね。本当に直後。これが旦那さんですね。旦那さんがその崩れた、はい、あれを掃除してる、掃除しているところ。下がもう、もうお酒が、お酒と、うん、あとそれこそパレスのオリーブザーのオリーブオイルも混ざってるかと思いますけど、オイル類とやっぱ瓶物がやっぱ倒れて。うん、ドレッシングとかも混ざったのかな。 あとウイスキー類ですよね、うん、なので結構お酒扱ってるお店とかに直後行くとあれですよね、うん、匂いが相当、ね、うん、な感じ、匂いがすごかったですね。でしょうね。あれはやっぱ結局混ざっちゃってるので、うんうんうん、うん、でもこっちも3月ですか。それなんだろう、他 の酒蔵さんのとか後で見たら、はい、本当にもっと大変だったん で、 でうち冷、うん、ケースっていうんですか、はい、冷蔵庫の中のお酒は幸い、はい、こうきっちり入ってたせいか、うんうん、そっちはあれで冷蔵庫がダメになったりしなかったので、あ、はは、まあ、じゃあこういった陳列をいい方だったのかなと。陳列されてるものが倒れてきてしまってっていうような感じだったんです ね。その他お店など、まあ、お家など、はい、被害っていうのは、
うん、まあ物は倒れましたけど、うん、本当に主人とか主人の父備えがすごくって、うん、なんか、何年前かの宮城県沖地震を父と母が経験してて、はい、やっぱり地震に対する備えっていうのができていて、はあ、タンスも倒れないようにとかガラスも割れないようにフィルム貼ったりとか、あといろんな本当に備えはしてあったので、うんうん、本当に助かりました。そうなんですね、うん、あまり発電機、うん、発電機もありましたし、ね、プロパンガスも備えてありましたし、普段は都市ガスなんですけど、はあ、あと井戸水もなくさないで、うん、ずっと移動があるんです。移動水も生かしておきましたし、そうか。ということは、僕らがそのライフラインが止まって、うん、電気は発、うん、そうですね、ジェネレーターでつけて、うん、2つあったので、ということは、まあ、自宅用、まあ、自宅の必要最小限と、ははあとは、はい、店の冷蔵庫用に取って、うんうん、あと井戸水もモーターなんで、はい、で井戸水にも1本取って、でそっち、その井戸水も常に出しておいて、うんうん、いつでも通りすがりの人が、うん、使えるように。そうなんですね、うん、お分けするっていうの変ですけど、うんうんうん、使ってもらってました。自由に使ってもらって、うんうん、相当並んだ、うん、並んでました ね、 ね、お水、やっぱりトイレ、うん、飲み水には絶対しないでくださいっていうことを書いておいて、うんうんうん、それ以外だったらトイレとかは使えた方いらっしゃったんじゃないですかね、うんうん、ちなみにラジエーターって多分ガソリンね、そうですね、ガソリン。その時はどうだったんですか？ガソリンは主人とか、うん、主人の父がなんとか工面して、そっちの蓄えてはなかったですけど、うんうん、なんとか工面して、うんうん、いろんなつてもあったりしたので、うんうん、そんなに困ったこともなかった。そうですね、まあ、並びなら必要最小限ですけど、うんうん、うんうん、は用意して備えてあったということなんですね。うんうんうん、そうですね。じゃあもうその震災後の暮らしっていうのも、うん、そんなに大きく変化があるわけでもなかったんですかね。うん、そう大きく、ま、電気 と、うん、水道は2週間ぐらい来なくって、はい、うんうん、ガスは本当に遅かった、1ヶ月以上、うん、後だったんですけど、そうですね、うんうん、そういう意味では、うん、なるべく子供もいたので、うん、なるべくそのペースは崩さないようにっていう思いも私もあって、はい、でしたね、大きく困ることはなかったかなとは思います、はい、震災結構その大きく揺れて、その後も余震など続きましたけども、うんうん、その時はどういったお気持ちでしたか？その旦那さんとか、ね、まあ、お父さんお母さんとか、うんうんうん、もうやっぱり店仕入れ、うんうん、店を一日も休まなかったんですね。ずっと開けてたので、とにかく父と主人が商品を仕入れに行って、うんうん、でその仕入れてきた商品を品出しするのに値段をつけて、うん、はい、うん、でそれするのやっぱすごい量だったので、うんうん、半日かけて家族総出で、ね、うん、値段をつけをして、うん、で陳列して、うん、で大体3時ぐらいに開店して、うん、でもうその時もすごい今では考えられないほど並んでいただいて、うんうん、で買っていただいたんですけど、うんうんうん、その本当に一日その品出しのこと、うんうんうん、でやられていた、頭がいっぱい、はははうん、なんですが、うん、まあ後で話あるし、ま、うんうん、すると思うんですけど、はい、もう私は頭の中はもう原発のことで頭がいっぱいで、うん、でも目の前のやることはとにかくやらなくちゃいけないので、うんうん、なんかその辺の
葛藤というかはすごくありましたけど、直後から、地震直後からお店開かれたんですか？そうですね、もうその日もさっきも言いましたけど、あの一回大きい地震父と経験しているので、そのどういうふうに行動すればいいかが、もう頭に入ってるんですよね、なのでもう一回ちょっとシャッター閉め、あ、シャッター一枚だけ開けるようにして、で直後ってやっぱり皆さん動揺してらっしゃるから、 そんなに、あの駆け込んで買い物に来たりはしなくて、であとにかく明るいうちに、もう電気はそのあの瞬間消えました。そうですね、消えたので、明るいうちにその中、店の中のその水浸しを、お酒を、掃除しなくちゃっていうので、お掃除をして片付けて、ある程度片付いたところで、やっぱりお客さんちらちら来るようになって、であるものをとにかく並んでもらって、一人ずつ入れなくちゃダメだって、父と母が言って、並んでもらって入れて、でその日は普通に8時ぐらいに、普通に閉めてですね。でまた次の日も通常通り、そうですね、そうなんですね。まあ、でも、次の日から、お店開けたんですけど、品物はやっぱり店の中に多少はあったし、市場にもやっぱりあって、で市場はずっとやってたんですか？やってたんですね。で買いに、うちはそのガソリン確保して買いに行けたので、仕入れてきましたね。じゃあそういったものをお店でもう直後から開店して、販売をしていた、じゃあ野菜はずっと売られてて、そうですね、もう途切れることなく、じゃあなんでなんかスーパーとかコンビニとかはなんか、物売ってないのに個人商店さんは売ってるのっていうのは、あれなんですか、やっぱ市場にやっぱ行けるなんか機動力があったみたいな。そうですね、で実際にやっぱり買いにっていうか仕入れに、行けたお店は開けられたと思います。開けられたってことなんですね。ただまあその時僕らとかその市内の人たちは並んでましたよね。並んでお菓子を買うか買えないかみたいな、その程度でしたよね。今思い出してみると。どうでしたか、北野さん。僕探しました。空いてる店。さすがですね。なんか普通に売ってましたよ、野菜を。本当たまたまうちの店の前通った人が空いてるとか言って、買っていかれ、たりもしたので、そうなんです、あとはもうやっぱり口コミっていうか、そこ空いてるよっていう感じで、で、午後からの開店だったので、もうお昼前ぐらいからやっぱりもう並び始めて、そうだったんですね。ね、あの時寒かったので本当に並ぶ方も大変だったとは思うんですけど、やっぱ知らない人のお客さんが多かったんです、初めて来る方が多かった、多かったですね、多分じゃあそこを生活圏としてる方々ということですよね。いたと思うし、やっぱりもうやっぱなんだ、店を空いてる店を探して、来てる方もいらっしゃったと思いますし、方もいましたもんね。その時に来たお客さんで、震災後もずっとなんかお客さんに継続的に少しいらっしゃるんですか？少しちらほらはいるか、でもそんなにはいないかな。でも別にそれはね、まあそうですね。それはそれで。そうか。まあその、その震災直後からお店開けるというその思いというか、それっていうのはやはりこうご家族の方、やっぱり父が、私なんかはもう原発のこととか子供のこととか、そんな頭いっぱいで、そんな店のことまで頭全然回らなかったんですけど、やっぱり父とかにしてみれば、それが助け合いの一つだったんだろうなって、まずはお店を開けて、待ってる人が待ってる人に、いるからって、で、やっぱりその
八幡には佐藤商店があるから安心だみたいな、うんうん、やっぱあそこの店は開いてたっていう、うん、そういうなんか思いを大事にしたんだと思います、うん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 、だから本当にそれはすごいなって、うん、とてもあの私なんか足元に及ばないなって、うんうんうん、あの反省じゃないですけど、はい、うん、なんかすごく、うん、すごいなって思いました、うんうん、でもまあそういったお店が開いてる状況っていうのはやっぱりこうどこか安心するものありますから ね、うん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 、ね、後からやっぱりあのそう言っていただいたし、うん、あとそのお金レジその、 あの1週間の間に並んでいただいたお客さんから、はい、本当に開けてもらってありがとうってな、うん、いろんな人から言われましたし、なんかそう言われるたびにああやっぱりやって開けてよかった、うん、よかったなっていうか、うん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 、感じるとこだったんですね、うんうんうん、さてまあ震災直後から、まあ、数日間の話をしていただきましたが、今回も前回と同様円グラフをちょっと書いていただきました。震災直後のお気持ちや考えていたことなどがまとめられたものです。ちょっと見てみましょう。お、また前回に続き 100% です。前回に続き、お、 100% 、はい、これも佐藤さんの中でですね、はい、私自身です。はい、原発事故放射能のこと、まあ、食べ物だったりご自身のお子さんのこと、うん、避難した方がいいのか、うん、でもできない、まあ、この辺のことをぐるぐると考えられて、ね、本当に葛藤が、この選択で本当にいいんだろうかって、うんうん、今でもですけど、うんうん、思うことありますけど、うんうん、もうこのことでもう本当に頭がいっぱいで、うんうん、じゃあ、うん、その今ある食べ物がもしなくなったらとか、うん、今後市場に出回ってくるものに対してとか、まあ、そういったところにも、そうですね、やっぱり食べ物を、うん、販売してるのもありますし、そうですね、これからの、まあ、店のことを含めてもありますけど、うんうん、あとはやっぱり目の前の子供に何食べさせるかっていう、うんうん、そういうで最初の頃いろんな情報が飛び交って、うん、本当に多かったですね、全くわからない世界だったので、うんうん、本当に不安でしたね。本当不安の一言ですね、うん、ご自身は結構情報というのは調べられたり、そうですね、やっぱもう ネットに釘付けというか、ほうほう、インターネットで、うんうんうん、でいろんなあのサイトを見たりとか、うん、はい、直後のなんか軽くブログにまとめた、はい、うん、りもしてたんですけど、震災直後の記事ですか、はいはい、うん、なんか3月31日に書いてるので、はい、やっとこの頃、うんうん、あの落ち着いて書けたんだろうなって今思えばなんですけど、うん、あの武田先生のブログとか、はい、あとはそのあれですよね、線量ですよね、あの、うん、グラフになってグラフというか毎日毎日のあれをなんか見たり、はい、うん、あとはいろんな、まあ、今となれば噂話のようなのもありましたね、うん、ちゃんと信じましたしっていうか、うん、そのまま受け取りましたし、うん、あとあのパレスチナオリーブの皆川さんのブログもよく拝見させていただいて、はい、参考にさせていただいたり、うんうん、現在でもその情報はすごく多く出てると思いますけども、うん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 、情報の選択の仕方っていうところでこう自分なりに気をつけてるところとかありますか？そうですね、やっぱり今だいぶ気持ち的に落ち着いてきていて、うん、まずここは動けないっていうのはまず大前、動けないっていうのは変ですけど、うん、とりあえずこの仙台の
地を離れるっていうことは選択肢からはなくなって、うん、まあそこその上で自分ができることっていうのを、うんうん、できる限りのことを、うん、まず第一には子どものことがありますし、はい、うん、それで、うん、でその先、まあ、その先にっていうの変ですけど、うんうん、あとはその店の品揃えの話であったりとか、はい、うん、こう考えることますね、うんうんうん、まあ、落ち着く自分がまず落ち着いてから、そうですよね、そこからまあそのいろいろ考えを巡らせて、うんうん、何が最優先かっていうところを考えるようにというふうに移っていったのでしょうかね。そうですね、はい、うんうん、まあ、今だいたいもう1週間以上経っている話だと思いますが、はいはい、その後震災以降何かこう落ち着いてから、うん、まあ、その暮らしとかそういう考えだったり、その直後と少し後っていうのは変化だったりっていうのはありましたか？そうですね、やっぱだんだん気持ちも落ち着いてきたところで、やっぱり店の、うんうん、ことも考えるようになって、はいはい、なって、で直後は本当に生活必需品の押し入れて、うん、喜んでいただいてっていうところから、うん、だんだん他のスーパーさんが開いてくるにつれて、うんうんうん、そういうものが、まあ、求められなくなってきたっていうのは変ですけど、うん、徐々にその震災前の品揃えを、うん、に戻していって、うん、ですね、はい、うんうん、じゃあまあその周りの環境にも合わせて商品の内容というか取り扱いも徐々に戻していったという感じなんですね、うん、そうですね、はい、で、まあ、だんだんとその現在の方に現在の方のお話を伺っているんですけども、はい、改めて、改めて円グラフの方現在のお気持ちというのを書いていただいています。直後とどういう変化があったのかというと、はい、お、4つに均等に分かれました。均等にするようにしていますけど、あ、そうか、はい、あの均等に考えるようにしている、意識して、はい、はあはあ、で、まあ、放射能のことに関してはずっと残っていて、まあ、これは本当子育てにも、はい、店の品揃え、店のことってまあ品揃えですけども、はい、うんうん、にも関わって、はい、全般的に関わってくるんですが、うん、はい、うんうん、もう一つ、はい、もう一つその豆豆手仕事プロジェクトというのが新たに、はいはい、いい考えの中に出てきたというような感じで、はい、そうですね、最初の説明にもありましたけども、その震災後お店や沿岸部などで花付近やポストカードを作るカフェ活動など行うようになってきて、それがその豆豆手仕事プロジェクトとなると思うのですが、はい、このプロジェクトを始めようと思ったきっかけというのは何だったんでしょうか？はい、一番最初は本当にママ友というか、はい、近所の、同じぐらいの子供を持ってるお母さんたちと、うん、これ始まったのが話最初に始まったのが5月ぐらいかと、はい、5月ぐらいに、うん、半ば過ぎかと思うんですけど、うんうん、なんかだんだんその支援自分たちのことがなんとなく、うん、まあ、一段落してちょっと他に 外に目が向くようになった時に、うんうん、タオルを集めて被災した、はい、まあ、おばあちゃんたちというか、うんうん、ちょっと手持ち無沙汰だから、はい、避難所で手持ち無沙汰だから、うん、雑巾を塗ってもらうっていう活動をされてる知り合いの人がいて、うん、でその人からタオル集めてるっていう話が来たので、うん、タオルじゃあちょっと友達に声かけて、うん、タオル集めてみようかなと思ったのが、うん、
きっかけですね。で、うん、そこから一人のお母さん、まあ、今このプロジェクトのメンバー3人いるんですけども、はい、そのうちの一人のお母さんから、うん、雑巾塗ってもらうって言っても本当にそれが、うん、まあ、その塗ってくれた方の支援になるんだろうかっていうか、うんうん、楽しんで塗ってもらって、うんうん、どうせだったら少し高く売れるものを塗ってもらった方がいいよねっていう話から、うんうん、刺し子の話につながって、うんうん、でそこが本当にスタートです、はい、だったんですね。まあ、実際にそのはい、これが今出てる画像が その刺し子、ね、はい、装飾施した後ですね。はい、こうやって集まっていただいて実際に縫っていただく、まあ、そういう作業をしながら支援というかその作ったものを販売できるところまでいければ、はい、いいなっていう、まあ、今のところは楽しみを届けるっていうところが大きいです、ね、楽しみを届ける、うん、今の割合としては、はい、実際に参加されている方からこう、うん、どういった感想とか。とても喜んでいただいてて、はい、まあ、大きな流れとしては、はい、最初全国の方に、まあ、ブログとか口コミ通して支援、裁縫道具というか、うん、手芸道具の支援をしていただいて、はい、でそれを実際に被災された方に届けるですけども、その間、はい、その届ける時に、うん、一緒に手仕事のワークショップというか、はい、そういうのも用意して届けていて、うん、でその前段階っていうか練習段階なかの形で、うん、うちの佐藤商店で、はい、手仕事カフェという名前をつけて、うんうん、参加費をいただく、それをチャリティーにさせていただいて、はい、でまあ、それは活動資金になるんですけども、うん、一度そこの場で、まあ、近所の皆さんに、うん、みんなでちょっと、うん、やっていただいて一回やってみてもらって、うん、でその後に、うん、実際に、はい、仮設の方に、うん、持って行って、うんうんうん、やらせてもらってますけども、はい、うんうん、すごく喜んでいただいてて、うん、はい、これちょうどお店の中でやってる、店内でやられてるんですね。つい、先週の土曜日にやったこれは消しゴムハンコのワークショップですけども、うんうんうん、刺し子だけに限らずに、はい、いろんな手仕事に、うん、をしてます。して、はい、皆さんでこう楽しみながら和やかにそうです、ね、やっているという感じですね。うんうんうん、佐藤商店で店でやりました。消しゴムのワークショップは佐藤商店で、うん、店内で。そうですね。ポストカードもいろいろありますね。全部でどんな手仕事の種類あるんですか。いろいろね。今のところは、はい、刺し子と、はい、あとさらしを使ったり手ぬぐい使った東袋を作ったのと、うん、はい、あとは毛糸の小物ですね。うん、はい、これも物資でたくさん集まったので、うん、そういったものでも、そういうワークショップなど、いろんなこまごまという、はい、実際に持ってきていただきました、うん、はいはい、こういったパッケージを、このパッケージというのは、はい、そのメンバーの3人でいろいろ考えてやられてるんですね。メンバーそれぞれ得意分野を生かしながら、はい、そうなんですね、このパッケージ実際に佐藤商店さんでもお売りになって、ね、買って作って、渡すこともできるし自分で作って、うん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 、自分のためでも、うん、プレゼントするためでもいいという、はいはい、結構、うん、喜んでもらってます、はい、こういった装飾、皆さんに持っていただいてるのは、はい、刺し子の完成品ですけども、うんうん、これは被災された方に実際に縫っていただいて、うん、で直接裏は
なんだ、うん、なんて言ってくる、はい、お金をお渡しする形、うん、売り上げの、うん、売り上げの一部をお渡しして、はい、形も取ってます、うん、はい、ということで仕事、まあ、簡単な作業、うん、仕事の創出というところでも、うんうん、動かれているとそうですね、いうことですね。そっち本当は最初立ち上げ時はそっちを主に考えていたんですが、はい、ちょっとやっぱなかなかうまく進まなくって、うんうんうん、実際はこういうキットなどをこちらで準備、うん、こちらというか20人近くの方にお手伝い登録していただいてて、うん、でそういう方のボランティア活動で、うん、こういう形に作ってこれを販売することで、うん、このプロジェクトの活動資金になるという、すると、うん、形ですを取ってます、うん、はい、はい、まあそういったこう作業を進めていく中でその相手とその被災者というかその相手との関わりでこうやる方向とか内容といったのも変化しているとですね、それを大事にしたいなと思ってて、うん、やっぱその被災された方と、うん、こちらでなんていうかな押し付けとかそういうことになるんではなく、うんうん、相談しながら、うん、向こうの向こうのというか被災された方の、はい、希望とか意見を取り入れつつ、うんうんうん、変えてその都度できていったらいいなとは、うん、はい、思ってます。現在はそのどういったところでされてたりするんですかね。今は、中野の仮設に定期的に行かせてもらってて、うんはい、でそこで月1回か2回、うん、ワークショップをさせてもらってます、うん、はい、まあ、そういったところでワークショップをしながら、うん、まあ、その時そのメンバーさんたちも行って、うん、そうですね、はい、でお話をしながらそうですね、という感じなんですね、うんうん、そのプロジェクトをまあ進めていく中でこうメンバー3人でのその実感とか、うんうんうん、こう感想を述べ合ったりとかっていうのもあったりするんですか、うんうんうん、そうですね、やっぱりあとそれまでは被災され、うん、同じ仙台市内でも被災された方と、はい、うん、の関わりって本当になくて、うんうん、でなんていうか、どういう状況なのかもその報道でしか知ることがなかったし、うんうん、どういう気持ちでいらっしゃるのかも、はい、想像の世界でしかなくて、うん、で何かしたいんだけど結局私たちその、まあ、主婦というか、はい、子育て世代ですけども、うん、やっぱ子どものことで手がいっぱいだったりして、うん、実際にその若い方って動ける方みたいに現地に行ってボランティア活動をできるわけでもなく、うん、でも何かしたいっていう気持ちはみんなそれぞれ持っていて、うん、でこういう物資を送ってもらった方からの声でもすごく多いのが、はい、こういう形でも、うん、支援ってできるんですねって、うん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 、でそれって本当に私たちも同じ気持ちで、うんうん、なんか私たちがでもできる支援の形ってあったんだって、うん、なんかそういうのやっぱりできることを届けるっていうのもありましたけど、うん、私たち自身もできることをさせてもらえるっていうか、うん、そういう気持ちもすごくあって、うんうん、なのでそういう意味では本当にやりがいじゃないですけど、うんうん、本当にできる範囲で本当に小さい範囲のことで、うん、あれなんですけど、うん、それでもやっぱり、うんうん、やりがいというかを感じてはいます、うんうんうん、そういう話はよくします。してるんです、はい、そのやっぱりこうなかなかそのやりがいを感じるまでのプロセスっていうのはすごくこう人それぞれだと思いますし、うんうんうん、その何をしたらいいかわからない、うんうんうん、まあ、今でも思っている方多いかもしれないっていう中で、まあ、確実に何ができるかっていうところにこうまあ焦点を
スポットというかね、うんうんうん、絞り切って、うん活動されているっていうところと、うん、活動している時にそのやっぱり相手がいて、うん、その方とのその会話なり、そうですね、コミュニケーションというのがやりがいにもつながっている、うん、そうですね、なんか本当に直接その人たちが望んでいることを直にしてできているっていう、うんはいうんうんことはすごく感じます。なんかつい、明日届けるんですけども、はい、ちょうどその中野の仮設で、はい、若いお二人結婚式されるということで集会所 で, おで集会所であの、うん、あのブーケと、はい、あちょっとその画像は持ってこなかったんですブログに載せますけどあのご覧ください、ね、あのブーケと、うんご主人になる方がつける、ブートニアと、はあ、あとリングピローと、はあ、あのお手伝いであのパッチワークの先生されている方がいて、はい、あのその方に本当に材料から何から提供していただいて、うん、であとお手伝いのメンバーさんと一緒にあのお花も一個一個作ってリボンフラワーのブーケを作って今度渡しますけども、そうなんですね、なんか本当に、うん、本当にダイレクトというか、そうですね。うん、なんかそういうことでね、あのお手伝いできるのって、うん、なんかすごくこっちとしても嬉しいなと思って、うん、そういうのってやっぱりその現場に行って、うん、その方たちそれもなんか先週先々週のワークショップで、うん、あのポロッと、はい、あのなんか最近面白いことなかったですかってあのメンバー の, あの高橋さんが聞いた時にポロッと出てきたお話からまあそれすごいみたいな感じで広がった話でうんなんかそういうなんかダイレクトな支援っていうのができるのってやっぱこういうのならではなのかなと思ってうんやっぱり会話がないと始まらない、うんね、っていうところですかね。それはなんか、うんね、そんなお祝いのお手伝いできるのすごく嬉しいなと思って、うんはい、メンバーの3人でもそういった話が出てるってことですかね。まあその最近の近況までお伺いしていきましたが現在その通常にのお仕事お仕事 の, その佐藤商店さんのお仕事っていうのはもう震災以前にも戻ったっていうか、まあ、その直後からお店開けられていると思うんですけども、うんうんはい、現在の仕事っていうのはどういった感じですかね。そうですね、まあ、ほぼ通常には戻っていて、うん、でまあ本当に心苦しいんですけど食品なんかはちょっとまだ悩、うん、あの悩んで今までと全く同じにできるかっていうと悩みどころですごく葛藤がある部分ではあるんですけども、うんうん、主人なんかは、うん、あの自然ハワイの方に力入れてますし、うんうん、なんかやっぱりお客様にどういうものが喜ばれるのかっていうところを大事にして、あとは自分のやっぱり子育てしてるっていう目線も大事にしながら、まあ、主には食事とか日用品の部分ですけど、うん、そういうところを、うん、気にしながら仕入れしていくことになるのかなとは思います、うんうん、じゃあまだその、まあ、完全に戻っているわけではないというのと、うんうんうん、今後も不安な部分がまだある、うんうん、そうですね、悩みながらかなと思いながら、うんはい、でも震災前から の, あのお母さんたちで集まるカフェっていうか集まりが、うんうんうん、あの豆面手仕事につながったり、うんうんうん、逆に豆面手仕事で集まられてるのも今後に、うんうん、そうですね、そうですね、またつながっていくことに、うん、なると思います、うんうん、やっぱりそ の, あの震災前からうちの店に来てくれてた方たちともやっぱりぐっとなんかつながりが強くなりましたし、うん、やっぱり同じ感覚っていうと変ですけど、うん、似たような考え方のお母さんたちが集まるので、うん、その辺はなんていうかな心強いというか、うんうん、あのすごく私自身は本当に恵まれて、うんうんうん
はい、いると思います。はい、あと自然派ワインといえば小野さん、はい、あのそう震災前 の, あのアンビエンさんというカフェでやったイベントトークイベントで、その自然派ワインを取り扱ってる、はい、居酒屋さんって言っていいのかな、居酒屋さんでいいと思います、ニコルさんの、はい、酒場ですね。そうですね、それやられて、うん、ちょうどね自然ハワインのイベント仙台でやるよって聞いてて、うん、そうですね、荷物と商店さんも、ね、そうかそうか、そうなんですよね、うんうん、あの時、うん、中止になってしまって、そうですね、3月の、そうでしたよね、いよいよだっていう時だったんですよね、うんうん、そうでした。小野さん自然ハワインはたしなまれるんですか。少々何なのこのそうですね、まあまあ少々、ちょうどボジョレーのあれだった、ね、そうですね、ボジョレ、ボジョレーは飲まれました、はい、私ちょっと今そうあれだから、はい、旦那さんはいただいて、はいはい、すごく美味しかった、あのそんなにあのいろんな種類、うちでもともと扱ってた方 の,、はい、あの新酒を3種類かなだけ仕入れたんですが、うん、やはりすごく人気で、あのもうないです、ほとんど完売に近いです。じゃあ、はい、自然ハワインがお好きな方は、はい、一度、はい、佐藤商店さんへ、ね、結構仙台市内でもあの飲食店さんで置かれてるところ多い、うん、多いというかあるんですが、です、ね、販売してるとなるとそんなにないようなので、ぜひ、うん、お越しいただければと思います、はい、大川博武さんの僕も買いました、はい、買いました、はい、打ち合わせしに行った時に、打ち合わせ、はい、打ち合わせと称して、お、さすがですね。大川さんという方は日本人の方なんですけど、はい、フランスに行か、うん、渡られてというか、うんうん、向こうで、自然ハワインを醸造してる醸造家さんですね、ほう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 、はい、日本人の、はい、なんかやっぱり日本人の方の好みに合うようで、うん、すごくやっぱ人気ですね。あ、そうなんですね、うん、そのワインは北野さんが、そうですね、ずるいな、今日 ないんですか。ちょっと勤務中なんで、はい、持ってきてないです、はい、あと車座トークのフェアトレードとか、あの豆まいて仕事さん的には何か今後ご意見、ご意見、震災直後で良かったのは、その、全部取り扱うお客さんから東北のものを買いたいっていう声があった時に、佐藤商店さんをお芝居できたんです。あ、震災直後、あの東北のものを売りたい買いたいっていう時に県外の人が、うん、その時に佐藤商店さんを紹介できる、なんかオンラインショップ、うんうんうん、なんか紹介していただいて、うんうん、結構あのトークからご注文いただきましたね、うんうんうん、ありがとうございました。そうですね、まあお店の話もそうですけども、プロジェクトの方で今後何か予定されていることなりはありますか。はい、そうですね、まあ、今の形を、すいません、今はオンラインショップのページが出ています。画像で、画像じゃない、豆まめて仕事のものも、自然ハワインも、はい、自然ハワインも買える、はい、うん、すいません、それでプロジェクトの話ですね。はい、あ、で豆豆の方は、まあ、今の、あれ、やり方を継続しつつ、はい、あ、今その販売、結構その物を販売してる、あ、販売してるものを買うことで協力したいっていう声もたくさんいただくんですけども、はい、今のところはあの完成、その被災された方が実際に、うん、あの作ってくださったようなのが、うん、ちょっとこちらの数がちょっと少ないので、うん、それがまあ課題であることと、うん、とこういったキットなんかは、うん、あの継続して販売していきたいとは思いますし、うん、あとはそのなかなかでもメンバーとかお手伝いの方も本当に同年代が多くて、うん、あまり あちこちにというか、うん、もしお声がかかっても、うん、なかなか動けない部分もあったりするので、うん、ある程度ちょっと
その例えば中野に限定するとか、うんうんうん、そういう形にさせていただくか、もしくは、うん、市内どこか集まりやすいところで集まって、うん、その例えば仮設の代表の方一人二人に来ていただいて、うん、その方にこういう手仕事一つ覚えてもらうっていうのは変ですけど、うん、マスターしてもらって、うん、でそれをまたその方たちが仮設に持ち帰ってもらって、その中で自分たちでしてもらうっていうのも一つなのかなとは考えてますが、うんうん、はい、検討中です。検討中、はい、そうですね。はあの年配の方多いです、うんうんうん、佐藤商店さんでのワークショップはあのお母さん世代で、仮設住宅の、参加者は年配の方が少し多い、まあ、もともと仮設住宅のお住、うん、住まわれている方が少し年配の方が多い、うんうん、特性がもともとあるので、なんか本当は同年代ぐらいの若い方にも参加していただく、うん、いただきたいなって思ってるんですけど、うんうん、なかなか出づらいんでしょうかね、なんか分かんないんですけど、うん、まあ、知らないっていうこともあるかもしれないしね、うんうん、情報、あ、そうかな、なので、まあ、ぜひこれをご覧のお若い方々、うんうんうん、ご参加いただければ嬉しいですかね、はい、ですね、はい、うん、ワークショップ、あ、ワークショップで、佐藤商店でも中野仮設でもどんな話題が作業してる時っていうか手を動かしてていますか、うん、やっぱりその地震その時のことを振り返ったりとか、うん、あとやっぱりその原発のことの話も出ますし、うん、あとは子どものことの話であったり、うん、そのこの単純にこういうのを作る場というよりは、うん、そういう話ができる場としても、うん、ちょっと意味があるのかなとは、うんうん、はい、思ってます。話をするっていうのはその心を落ち着かせるっていう部分でもすごくいいのかもしれないですよね、うんうんうん、ちょっとやっぱり、まあ、今じゃだいぶ時間経ったのであれですけど、うん、はい、やっぱり初めて 1、2回目ぐらいはよくその整理する場になったりとか、うんうんうん、心の整理する場になったりとかしたのかなって、そういう目的はなかったですけど、うん、実際やってみたらっていうのはあったかもしれないですね、うん、今はちょっとずつそういう話話題の変化だったりとかっていうのももちろんありますかね、そうですね、そうですね、ありますね、うん、皆さん少しずつ落ち着いてきて、うんうんうん、直後ほど、あの直後っていうか始めたの夏ぐらいまではやっぱりその放射能のこととか、はい、どうしてるとか、うん、そういう話も出ましたけど、今だいぶ皆うん、そう落ち着いてきたのか、それぞれ皆さん対策が定まってきたのか分かりませんけど、風化してきたのか、うんうん、あまりっていうか、うんうん、主にはこう話題には上がってこない、うん、そうかもしれないですね、うん、まあ、皆さん、まあ、あの気にされてることは確かですけども話、まあ、落ち着いてきてるっていう部分が、うんうん、結構 それぞれというか、うん、ね、それ皆さんそれぞれの家庭の事情なりなんなりで、まあ、あまりこう大きい声で言えない部分もあるのかな、うんうんうん、かもしれない、うん、あのそう佐藤さんにお一つ伺いたいことがあったんですが、はい、あの震災以前と以降、はい、その暮らし方で変わったことなどありますか？やっぱり前以上に、うん、まあ、主には食べ物のことですけど、うん、より意識するようになりました。なんか、うん、すごく、うん、今まで考えてきたことが、うんうん、何も考えてなかったんだなって
考えてきたことが、考えてきたつもりだったけど、何も分かってなかったなって、はい、やっぱそれは本当に原発がきっかけですけど、事故がきっかけですけど、うんうん、本当にあのぬるま湯に浸かってたんだなって思いましたね。でより、あ、はい、ごめんなさい、うん、よりあの本当にその食事であったり、うん、日々の生活に本当に丁寧に向き合わないと、うん、子供を守れないんだなって、うんうん、それはすごく感じてます、うんうん、はい、じゃあ、うん、その震災以前以降で情報っていうのの正しいことと本当のことと真実とはなんかちょっと違い、ギャップが多少あるんだなっていうのがあって、その食べ物に関してもどこで加工されているとか、製造がどこでとか原乳がどこでとか、もう本当に知らなかったことが多かったっていうのは感じましたね。まあそういう、まあ、まあ主に食べ物の話になりましたけども、結局はその今まで知っていたことが、知っていたことはもう知っていた風な感じ、うん、今となっては、うん、本来もうちょっと向き合えていれば、うん、さらにこうもうちょっとその正しい真実の情報を得ることができたのではないかと、うんうん、いうようなところですかね、うん、小さなお子さんいると本当にね、問題があれですよね、うん、あの切実になってしまって、そういう意味で、そうですね、いろいろ本当に考えないと、そうですね、そういない人とのねギャップが大きいですよね、うん、確かに、やっぱりどうしても子供中心に考えるので、うんうんうん、やっぱりそこの比重が、うん、大きいですね、うんうん、小さな町の野野さんとしてもやはりその食べ物のなんか、はい、その製造とか原乳とかそういう違いとかいうのはやっぱ町的にはやっぱ的にもねちょっと正していかないと、正しいそうですね、認識がやっぱりこう甘いというか、こう情報に流されてる感覚っていうのはすごくあって、なんだろう、悲しいって言うと多分おかしくなると思うんですけど、それでいい良かったわけですから、今までは何も問題があったかどうかすら分からなかった、それは問題がないと伝えられていたっていうようなところだと思うので、やっぱりこう消費者、生活者がそういった情報をこう自ら目を向けるというか、そういうことしていかないとということですよね。僕も本当震災以降いろいろ勉強になりました。北野さんはどうですか？僕はもうさっぱりな方だと思うんですけど、部類的にはでもコミュニティカフェでいろいろね、あの野菜取り寄せてどこの沖縄のとか、うんうん、あと、はい、いろんなところの野菜分かるものとか食べ物を取り寄せてのカフェとかもやられてるか、うん、今後それあの個人的に楽しみにしてるんで、はい、またそうですね、はい、ちなみにその情報はブログにあるんですけども、はい、今見れたりしますか？さらっと消してました。あ、大丈夫だ、失礼します。あとあの佐藤商店さんとまみま手仕事プロジェクトさんのも全部2つともブログとオンラインショップがあるので、はい、検索していただければすぐ出てくるので、はい、あ、お知らせ的なのありますか？そうですね、まみま手仕事さんでも佐藤商店さんでも例えばその
募集をしていることとか、ね、はい、お手伝いの方とか。そうですね、まめまめ手仕事の方では、はい、まあ、随時お手伝いしてくださる方募集してますので、はい、はい、もし何かしたいという方がいらっしゃれば、うん、ご連絡いただければと思いますし、はい、まあ、登録のという形を取らせていただいて、でこちらから何かお願いしたい時があれば、うん、メールなどで、まあ、一斉送信という形ですけども、うん、でその、まあ、ご都合が合えば、うん、来ていただくなりなんなりしていただいて、うん、ちょっと手伝っていただく感じですかね。まずはブログに見ていただいて、そうですね、見ていただければ、うん、はい、で募集しているもの今特にはないですが、あ、うん、まめまめ手仕事基金っていうのを設立してまして、うんうん、はい、で随時500円一口で、うん、募集してますので、はい、そちらもぜひご協力いただければと思います。そういった支援の形もあるということですね、はいはい、なかなかこういうの、はい、例えば男性の方とかだと、うん、これはあんまりいらないなってなった場合に、でも何かしたいという方が時々いらして、はい、まあ、そういう直接お金の形で、うん、ご支援いただけるようにもちょっと設けてみたので、うん、はいはい、よろしければと思いますし、はいはい、そういった支援の仕方もあるということで、はい、今後とも、はい、佐藤商店さん、まめまめ手仕事プロジェクトさんの方の活動営業もチェックしていきたいところですね、はいはい、たまたま先ほど出てきた はい、結婚式のやつ僕たちも記録するのちょっと依頼が来て知ってたので、ぜひその点でも置いたいなと思いますし、あとみんな口々にやはり個人商店が震災後すごい良かったっていうか、うん、助けてくれたっていうのもあるんで、うん、またなんか継続してお話とか伺っていきたいなと思って、はい、そうですね、あと今日初の午前中のユースと、ね、なおかつちょっと南面にやってみたんで光がさんさんとこう、小野さんと佐藤さんの五光がすごいさして、ね、ね、はい、美味しかったと思うんですけど、あやかりたいですね、はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました。あと来月も、はい、パン屋さんの方向で調整しておりますので、はいはい、日にちが決まりましたらお知らせいたします。はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。